動画をご覧の皆さん、こんにちは。こんにちは。はい、今回も藤本の格論、お届けをしてまいります。今回ですね、ライターの沢田氏誠さんにお越しいただきまして、二人でですね、読んできた本について語り合おうというテーマでやっていきたいと思います。今回のテーマはこちらです。人工知能のため哲学術、未来社会編を読むというテーマでお届けをしてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、これまで行った、沢田氏さんと2本ぐらいですね、本の紹介やってきました。人新世の資本のアフターリベラル、どっちも面白かったです、ね、はい、で全く違う趣向の本なんですよ、これが、ね、でこの本になったんですよ。結局、これからの社会っていうのは、絶対人工知能と切り離せないわけなんですよね、だからそのために、特に未来社会編っていうことで、サブタイトルが、はい、響き合う社会、他者、自己っていう3つあって、はい、このサブタイトルがすごくいいなと思ったんですよね。そういうことで、これからどういう社会になるのかっていう未来予想図の足がかりにもなるみたいな、そういうことで、これからこの本を手がかりに考えてみようかな、いいですね、そういうことですね、はい。完全余談ですが、私は本業が大学院進学のアドバイスとか小論文指導とかをやっている井川の人間なんで、その最近のテーマでも人工知能論、AI 論ってかなり多くなってきたんですよね、それが例えば人工知能が可能かどうかってレベルではなくて、どうやって社会で折り合っていくか、それをどのように、例えば社会のために役立てていけるか、またどういうところが限界か、みたいなのも、実際に求められているようになっているので、だから大変重要なテーマだなというふうに思っていますね。かなり小論文とかで、大学院とか、あるいは大学入試でも、あるいは公務員試験でも、絶対なんか出しやすいテーマでもあります。そうですね。で特に人工知能っていうのはこれ研究するときに、人間の認知の仕方とか脳の在り方とか、そういったものをテーマに、じゃあ人工知能というものを作り出すことは可能かどうかっていう議論がずっとなされてきたので、要は人工知能を知ることは人間を知ることにもなると、人間がどのように物事を考えて何に幸せを感じどのように生きていくか、それは実は人工知能を考えるときも役立つので、結果的にですね、この未来社会編読むことによって、人間の在り方を考えていきましょうというテーマでやっていきたいというふうに思います。この人工知能のための哲学術未来編、これもともとですね、この人工知能のための哲学術というタイトルで、三宅陽一郎さん、ゲーム AI の開発者の方ですが、この方がお書きになった本。で、それに、大山匠さんというですね、立教大学の講師、哲学を研究なさっている方、この方を交えて、この人工知能のための哲学術の東洋哲学編、そして今回の未来社会編という形で繋がってきているというところでございます。もともとはだからトークイベントですね、だから集まって2人が語り合うみたいなイベントの様子を収録し、それを編集して本の形にしたのがこの本。で、この本には5つのテーマが描かれているんですよね、確か。そうですね。人と人工知能は分かり合えるか。分かり合えるか。で、第2のほら、すいません。今もちょっとカットして。全然それは。人工知能はどのような社会を築くか。そして人工知能は文化を形成するか。で、人と人工知能は愛し合えるか。で、最後が人と、人工知能にとって幸福とは何かか。この5つなんですよね。なかなか深いテーマですね。人工知能を単に作るとかっていう話じゃなくて、そこがどういうふうに人や社会と、人工知能同士とか、あるいは人と人工知能が介することによって、どういうふうに、相互にインタラクションが起こるかってことを、特にメインにテーマにやってるっていうところが、ちょっと他の本とは違った新しいところですね。今まで人工知能単体だけで、どういうふうにして認知するのか、そういう話ばっかりなのか、そうじゃなくて、他者とどう関わっていくかっていうところまで踏み込んでるっていうところが、新しいところかなと思いますね。いいですね。特にですね、これ実は心理学の学問の発展の仕方と結構近い議論なんですけど、もともと心理学っていうのはスタンダードコンピューターをモデルに物事を考えてたわけですね。もっと単純に言うと電子計算機ってあるじゃないですか、電子計算機って例えば3のキーを押すと3って表示されて、足すってことは足す処理をやって、2ってやると2が現れて、イコールを押すと5って表示される、こういうインプットするとアウトプットされるよっていうモデルが一番初期的なですね、心理学のモデルなんですね。だから何かというと、刺激があると反応があるよって、SR 反応って言うんですけども、そういったところで、なんかショックがあるとこういう反応をすると。だから人間もこれと同じですよねって説明をしてたら心理学なんですよね。だからストレスを感じると何とかの数値が上がるとか、何とかがイライラしてるときはこういう現象が起きやすいとか。
でそこから発展したのがスタンドアローンコンピューターのモデルで、要は人間というのはただ刺激に対して反応するだけじゃないよねと、これだとネズミとかと一緒だよねと。でそうじゃなくて内部で内省というプロセスがあって、今までの過去の経験とかと照らし合わせることによってこの行動が正しいかを見るようになっていると。で今の心理学っていうのはそこからさらに一歩進んでネットワークコンピューターになっていると。つまり他者からの流れとか他者の眼差しを内在化することによって、他の人はどう見るんだろう、他の文化はどう、文化的にこれ見て、空気を読んでいないとか言われないんじゃないだろうかみたいな処理を内部で行った上で人間の内面が決定するとっていう形で、まあ、だんだんですね発展してきたわけですけども、これというのは人工知能の発展と全く一緒なんですよね、うん、人工知能の発展も要はこういう刺激があったらこういう反応しますよっていう初期の SR 反応のモデル、そして内部で処理をするという形で、例えばアルファ碁とかはそうなんですけれども、なんかどの囲碁でどこをしたらいいかをひたすら内面で計算すると。で今の AI っていうのはそのネット AI 同士をつないでネットワークの中でお互いの差異を築いたりとか、まあ、そういう段階まで来ていると思うんですよねと。だからその差異を見ている中で、例えば他者をどう認めていくか、要は他の AI をどう認識するか、そして AI とは異質である人間という存在を AI はどういうふうに認識するかっていうところなので、この辺結果的に心理学の発展みたいな流れで面白いなと思ったんですよね、うん、そうですね、すいません長々と、はい、まあ、そういうふうに、まあ、確かにね、外部刺激の、はい、を、まあ、その内側の、まあ、人間の自我っていうか、うんうんうん、まあ、これこの本では主我と客我って書いてあって、はいはい、まあ、主我っていうのは英語で言う愛、私はってあって、うんうん、客我っていうのはミニなわけですよね、うんうん、で外部刺激、まあ、外側っていうのがまあ他者だったり、まあ、社会だったりして、うんうん、まあ、それが内側他者に見られることによって自分が変化していくって考え、それに照らし合わせることによって自分がまた、自分のミー、まあ、客があってものが更新されていくわけですね、うん、そしてそれはまさにミードの発想ですよね。そうですね、まさに、はい、ハーバード・ミードっていう科学者の話で、はい、まあ、それによっていろんな他者と接することでミーが更新され、また同時に自分自身を他者の視点を借りて掘り下げていくことで内面としての知ら愛っていうものもまたどんどん更新されていくっていう、それの循環運動によって、うん、対象が広がることで自分自身もどんどん変わっていく、うん、そういう話が出てきて、その段階でさっきの心理学の発展上、さっきの2つ目の段階ですよ ね。要は、スタンドアローンコンピューターって言うんですけども、なんか外部刺激を内部で考えて、でも他どうなのかなみたいな、そういう内省をしていくと。でその段階からネットワーク PC のレベルまでいくと面白いですよね。はい、まあ、ごめんなさい、心理学の発展で実は機械の発展で、その機械みたいな処理を人間がやってるんじゃないかっていうふうに考えてたのが心理学者の人たちだったりするんですね。だ心理学やってる人って非常にパソコンに得意な人が結構多くてですね、ああ、なんかだから要は SR 反応のモデルっていうのも要は電子計算機モデルみたいなので説明して、だからネズミの内部でも同じようなことが起きてるよねみたいな、はい、でそこからスタンドアローン PC、PC の内部の内政、そしてネットワーク PC みたいな形。で、そのネットワーク PC の一つのあり方っていうのは多分文化の話ですね。だから例えば自分以外の他者が作ってきたものをどう受け入れて、その文化の中でどのように物事を認識するか。まあ、例えばシェイクスピアの悲劇を見てみんなが涙をするっていうのは多分同じような文化を共有している、あるいは経験をしているからであって、シェイクスピアを例えば AI が読んだとしても、そんなに感動しないんじゃないかと。まあ、それもコモングラウンドって話があるんですよね。共通したなんかバックグラウンドを人間持ってるから、うんうん、だからこそ、人間っていろいろ分かり合える。でも、うんうん、人工知能はそのバックグラウンド自体がまあ存在しないっていう問題があるわけですよね。そうですね。だからそのコミュニケーションを成立させる前提っていうのがコモングラウンドですから、うんうん、まあ、それをどういうふうに人工知能を持たせるのかっていうのは大きく考えてもらったわけですよ、うんうん、まあ、なぜかというと、それは身体性が人間にはあるけど、人工知能は身体性がないかも。それでコモングラウンドを持ちにくい、うんうんうん、そういう弱点もあるわけなんですよね。このステーキ美味しいって AI は知覚しようがないですよね。食べることができないわけ、はい、そうですよね。だから美味しいって感覚の味覚っていうのは何かって言ったらやっぱり舌ってものがあるから、はい、まあ、聞いてみたらそれを知覚できる脳があるから、うんうん、まあ、実際食べる行為とは何かって言ったら結局人工知能はそれを理解して実装させるって非常に難しいわけじゃないですか、うん、はい、で例えばそれをただ単純にですね、エネルギーを手に入れる行為みたいに解釈したとしても、
まあ、例えば、あ、ごめんなさいね、なんかプルーストの失われた時を求めてじゃないですけど、はい、マドレーヌのかけらをお茶に浸して食べたら、なんか幼少期の記憶は走馬灯のように思い返すみたいな、ああいう体験で多分 AI できないですよ。難しいと、はい、でそれ必ず例えばマドレーヌのかけらを食べたらそうなるかっていうとそうでもないわけですよ、はいはい、だからそう考えると AI ってやっぱ人間になれないんじゃないかなみたいな。多分人間を作るって発想になってしまうとかなり、はい、まあ、倫理的にもいろんな問題が、そうですね、起こってくるわけだから、そこは注意しないといけないと思うんですよね。そうですね。でも例えばそういう食べるという経験を、まあ、別に人間の追体験はできなかったとしても AI として独自の生命体というか知識体みたいな形に成長していっちゃう可能性ってあるわけですよね、だからそうなった時に例えば人間の存在とか人間の幸福っていうのはいかに AI に教え込むかみたいな、あるいは AI にとっても自身の幸福って一体何かを考える時はどうしたらいいのか、まあ、結構これ突っ込んだところまで言ってるのが面白いですよね。そこでどういうふうにな社会を目指すのかっていう、そのなんていうか作る人の思想や哲学みたいなものが、うんうん、絶対それは AI に反映されるわけですから、うんうん、結局自己知能作るのは人間ですから、人間を作る人がろくでもなかったらやっぱろくでもないものしかならないわけで、うんうん、そこをやっぱ倫理的に非常にうまく自己コントロールしてマットなサイエンティストになってしまわないようなものを考えないと絶対いけないよね。これ多分マットなサイ、まあ、マドサイエンティストじゃなくてもですね、多分なんか表面的なもので企画をしちゃうと結局分からなくなってしまうところがあったりする、それは例えば、食べ物を取るという行為が要はエネルギーを得ればいいんだみたいな感じになると、さっきのマドレーヌみたいな現象起きないわけです、ね、プルスト現象みたいな、はい、であればやっぱりなんか人間理解がある人が作らないとやばいですよね。ダメと、はい、社会に対する 理解がないときついですよね、はいはい、だからやっぱり人間そのものを作るというか、いかに人間にとって、うん、まあ、役に立つかっていうか、うん、まあ、役に立つっていうことがあるかもしれないけど、まあ、いかに社会にとって有益なものに なって決してそれはなんか人を凌駕するとかって本当にいかない、うん、まあ、行くものもどうしてもやっぱり、ね、アクションとか人間の欲望とかそういうところに行きがちですけどね、うんうん、今そこをストップかけるようなことを考えながら進化させないと、うんうん、なんかとんでもないことになりかねない可能性をはらんでるんですよね、うん、まあ、この本だから実現可能性っていうよりはどちらかというと思考実験みたいなことが多いですよね。だからそれは人工知能の在り方を見ながら、はい、愛って一体何だろうとか幸福って何だろう、そう、はい、でその中で面白かったのは愛というのは相手を受け入れると、はい、相手を受け入れて分かろうとすると、でそれで自分も変化していくのが愛ですよって書いてあって、まあ、これは深いなと、プロポーズの言葉で使おうかな、もう終わってますけど、はい、自分の内側取り入れるのは愛、はい、そうじゃない、排斥するっていうのは愛さないってこと、そうですね、まあ、ところが AI は自分と外側の区別もつかないっていうところがあるわけで、まあ、そういった人と人工知能の間にいかにして循環を形成するのかっていうのが、うんうん、まあ、つまり言ってみればどう同期するかっていう言い方してますけど、うんうん、でまあ、そのためにやっぱ責任が必要だみたいなことを書いてますよね、うんうん、でそうですね、だからこの本結構膨大なので正直言うとですね、なんか、全部理解できないですね、本当に、うん、でも非常に図が分かりやすく、図が分かりやすいですね、非常に理解の助けになる、うんうん、分かりました。でこの中で、まあ、他者論というのが一つのテーマだと思うんですけども、ね、要は異質な他者とどう関わっていくか、まあ、これ AI にとってみたら異質な他者が人間なわけですし、はい、人間にとっての他者も AI なわけですし、はい、また AI 同士っていうのは多分異質な他者だと思うんですけど、はい、それとどうやって関わっていくか、どう折り合いをつけていくか、まあ、その一つが例えば人間としての共通のバッグ、コモングラウンドを、まあ、大事にするみたいな発想だと思うんですけども、 AI と人間って共通のものってあるんですか難しいですね。生き続けようとする本能は多分一緒だと思うんですよね、きっと。いや、でもそれ生き続けると本能をプログラミングしないことには与えられないです。でも自己を破壊したがるものってないんじゃないですか、ね、ですね、AI、そうそう、そうですね、はい、持続していくことを前提にして、だからパソコンとかも急になんか自分の意思で切れたりしないじゃないですか、っていうのは多分これ人工知能の本能なんじゃないかと思うんですよ。いや、それはなんですか、機械が職場の寿命でしかないわけ、まあそうですね、それが、なんていうか、意思と考えるかどうかって話ですね、
でも例えば電源とかエネルギーが手に入る限りは多分、うん、自分の意思で自殺すら多分ないと、うん、まあ、まあ、どエネルギーですよ、ね、はい、そうですね、自分の意思で自殺すること多分やはないんじゃないかとは思うんですよね、うん、まあ、自殺するっていう思考を与えることによって自己知能は実施する実施するようなプログラミングをすれば不可能ではないかもしれない、うん、だからそうすると自死とは何かっていうことを、うんうん、考えた哲学みたいなものを、うん、まず人間が理解してそれをコンピューターにプログラミングしない限りはそれは出てこないかもしれない。なるほど。じゃあ人間の理解が進まないことには AI もそれそうだと思うんですよ、はい、そのための足がかりが哲学っていう、はい、そうですよね、まあ、それが西洋と東洋って2つの全く垂直の方向と水平の方向っていうのがあるわけですが、ね、うん、なるほど、まあ、まあ結局やっぱ人間次第ですかね、全てはね、生かすも殺すも人間次第なんで、やっぱそういった倫理的な正しい理解を持った人が作らないことにはやはりとんでもないものが出来上がってしまうという危険性は常にあるので、そこはすごい注意しないといけないことだと思いますよ、ね、この本にもありましたけど、初期の人工知能を研究してた人、今から50年ぐらい前ですけど、あの頃ってある意味なんかいろんな学問の人が一緒に関わって、ね、なんか頑張ろうぜみたいにやってた時期で、あの頃が一番良かった気がします、ね、今だから一部の AI 関研究者しかやってないわけじゃないですか。今はそうなんですよ。まあ、でも それにしても一部の AI 研究者にしてもやっぱりいろんな知見がないとこれはできないわけです、ね、そうですよね。これは単にコンピューターサイエンスだけの話、うん、まあ、哲学だったり、そうそう、まあ、文化人類学だったり心理学だったり、まあ、あるいは引いてるのかそういった文学ってものも必要になっていくわけで、うん、そういった知見からを結集させないことには作れないわけで、うん、まあ、本当にそれが作る方向はいいのかどうかって点も含めてもちろん議論も必要だと思うと思います。だからこそなんか、まあ、一部の専門家良かれと思って作るので多分いいかってそうではないわけですよ、そうではないって話すからない。だからこそ、まあ、いろんな学問の英知を結集してっていうところも必要ですし、またあの AI って一回作って終わりじゃなくて常にフィードバックをしていくわけなので、なんか問題があればどんどん、ね、いろんな学問からの指摘をして、対話によって、要はだから AI を作るということによっていろんな学問の統合というか、なんかその学問を超えての対話っていうのをせざるを得ない、逆にいいことかもしれないですよね。自己知能ということは人間を知るということと、うんうん、まあ、その鏡にもなってるわけですから、うんうん、人工知能を研究することによって人間は今までどういうふうに人や社会を捉えていたのかってことを新たに再確認するっていう、うん、そのプロセスの循環運動があるわけですからね。さっきの I と Me の話がありましたけど、はいはい、その一歩手間で共造段階ってありますね、はいはい、ですね、はい、だから鏡を見てこれが自分なんだと認識する瞬間、だから人工知能を鏡にしては自分たちは人間を知っていくっていうのがこれから必要になってくるっていうところだと思うんですよね。だからこそ人工知能を作る中で、じゃあそもそも人間にとって幸福って何なんだろう、愛って何だろうっていうのを学問を超えて議論ができる。これなんかそう面白そうですね。面白い。まあ現実で現在使われてるところだと思います。いいですね。ちょっとこの場に私も行きたいな。私の社会学の知識が役立てばみたいなところなんですけど。ですね、まあ、こういうふうに見てきたわけでございます。ちょっとですね、動画の編集でちょっと変える、使うかもしれませんが、まあ、この本、三宅陽一郎さん、ゲーム AI の開発者、そして大山拓海さん、立教大学の講師が対応するという形で進んでいるわけですね。これ、会場内でも質疑応答とかってあったんですかね？あ、でも一応、ね、ニコニコ動画で、へぇー、アーカイブ映像があるんです。ニコ動すごいっすよ。こんなんがニコ動で流れるんですよ。こういうもの、だからニコ動がいいんですよ、ね、逆に。テレビだと多分これ飽きます、ね、じゃあもうできないじゃないですか。やっぱ専門的な内容だったらどうしても動画配信じゃないとやっぱり見るしか見ないっていうのがあるんですよね。わかりました。っていうところでですね、まあ、ここまで見てきたわけでございます。ちょっとまとめをしていきますと、まあ、今回人工知能のための哲学術未来社会編を読むということですね。ライターの佐田氏誠さん、まあ、こちらの著者の方と一緒に進めてきたわけでございます。基本的にはですね、今回のテーマとしたら AI だけではなくて AI と人間、人間と人間、AI と AI、 それらがいかに、まあ、語り合っていくか、関わり合っていくか、それで響き合う社会、他者、自己で、これは、実はですね、自己を知るためには他者と出会う必要があるし、まあそれによって、例えば社会がどうあるかを考えなきゃいけないので、これは AI に限らず、まあ人間全般に言える話ですよね。そうです。
で、この議論の土台となっている AI、AI は実は2つあって、特化型 AI と汎用型 AI。特化型 AI っていうのは特殊な、例えば、アルファ号みたいに、囲碁だけつく、囲碁だけ打てる、AI。あるいは保険のどの金額で払い戻すのが一番いいのかは一瞬で判断するのに最適化された AI みたいに、まあ目的特化型の AI もあれば、人間みたいに何でもできる。まあ何でもできるってちょっと語弊がありますけれど、なんかこれやってって言ったら、はいってなんか自然言語で対応してくれるようなものが汎用型の AI。まあこれらを作るため、こっちを作るためには、人と人間、人と社会、人と AI、そして AI と AI がどう関わっていくのがいいのかどうか。またその人たちは何を考え、どういうふうなものに価値を感じ、どういうふうに生きているのか。まあ、そういうところを議論を踏まえて、インプット、プログラミングしておかないと、今後、やばくなりますよね。そうですね。自己統制みたいなものが絶対必要ですからね。そうですね。間違ったら人間を作るのが究極の目的であったとしても、そこは本当に気をつけないといけないところだと思います。逆にそこは、うん、どういう社会になるのかって議論が全くないまま、テクノロジーが進むことの危険性ってものを本当に考えないといけない。まあ、例えばインターネットやスマホにしちゃって、もう、どういうことをもたらすのかって議論が追いつかないまま、あっという間に新社会に進んで、今頃になってスマホのってことができてるんですから、それはやっぱり、もう本当に、うまくブレーキをかけないといけないところも、あるんじゃないかなっていう恐れは常々感じるところありますよね。いや、おっしゃる通りですね。だからこそ、まあ、グランドデザインではないんですけども、議論が追いつかないって。あ、はい、うん、だからグランドデザイン、はい、まあ、だからこそやっぱり、まあ、哲学みたいなものをもうちょっと、やっぱりいろんなやっぱ幅広い知見ってものを、その集合知ってものが絶対必要なんですよね。そうですね。だからこそ、はい、AI を通してですね、まあ、人間社会のあり方とかを結果的にみんなで議論するチャンスになっていると。で、その時に例えば、AI 研究者だけがやっている状態だと、まあ、社会おかしくなるかもしれない。だからこそですね、いろんな学問のリーチを結集して、今こそ考えていくことが必要なのではないか。それを教えてくれるのは、この人工知能のための哲学術という本でございました。まあ、今後の未来社会がどうあるかっていうのも、実はこれ結構ですね、我々とっても必要事ではないので、AI ってどういうふうに使っていけばいいのかなと。これは例えば日常で生きている我々もいろいろ考えていくってすごく大事なんじゃないかなっていうふうに思うんですね。そうじゃないと、例えば、まあ、AI、まあ、場合によってはですね、AI が上司になる可能性があるんですよね。まあ、そういう未来も来ないかもしれない。で、それが幸せかどうか。また、その時に例えばどういう形がいいのかどうかって、やっぱ考えておかないといけないんだろうなっていうふうに思うわけですね。だからこそ、さっきの共同段階の話でもありました、AI という他者を見ながら、我々も人間がどうあるべきなんだろうと。というか、そもそも人間って何なんだろうっていうふうに考えていける、そういうきっかけを与えてくれるのが人工知能だと。はい、だからこそ、自分にとって幸せって何だろうとか悩んでる人はぜひですね、この本を読みいただいて、AI と人間の違いとか、AI にとって人間は一体どういうものか、AI にとって幸福とは一体何かという議論を重ねながらですね、自分の幸福感であるとか、自分の愛というのは一体どういうものかとか考えていけるのが必要なんじゃないですかね。最後、沢崎さんから何かございますでしょうか。人が人を作っちゃまずいんですよ。そうです。はい、わかりました。っていうところですね、今回は、はい、ライターの沢田氏誠さんのお招きしまして、人工知能のための哲学術、未来社会編を読むというテーマでお届けをしてまいりました。こういった形を情報発信、定期的に行っておりますので、もっと見たいという方は、いいねボタン、チャンネル登録ボタン、また概要欄かメルマガ登録、LINE 登録も可能ですので、お気軽にどうぞ。今回も最後までご覧いただきまして、大変にありがとうございました。